日高のえりも町。この時期漁が盛んな粒と一緒に水揚げされたのは大量のカニ。あちらの箱にもこちらの箱にもおびただしい量のカニが。今どれやったんですか。にやってるからだよ、うん、その正体はオオズワイガニ。今日高地方の沿岸で大量発生しています。10杯にしますよね、うん、思わぬ豊漁にえりも漁協の直売所ではオオズワイガニをなんと1杯150円の格安で販売。ほぐした身がぎっしりと入ったパック詰めも売られています。鉄砲汁かなと思うと突然のオオズワイガニの大量発生はこの時期行われるカレイ漁に深刻な影響を及ぼしていました。こちらの港には漁に出られず停泊している船がたくさんあります。これ古風になって切れちゃうんだ。穴開いてやれ。カズルのさ、アミーバ。サマニ沖で引き上げられたカレイの刺し網を見てみると、大量のオオズワイガニが絡まっています。カレイの水揚げ量は例年の半分以下に落ち込んでいるといいます。カニにボワれた夢見れる。なんとかするにかったら本当にみんな漁師やめにばね。金にでもなんだよ、何もなんねえしさ。一体なぜオオズワイガニが大量発生しているのでしょうか。地元の漁業関係者は赤潮の影響でカニを餌にするタコが大きく減ったことが原因ではないかと見ていますが、専門家に聞いてみると、はっきりとした因果関係は分かっていないという状況です。1980年代の半ばなんですけども、太平洋の沿岸でやはり数千トンレベルでオオズワイガニが水揚げされてます。3年目にはだんだん減っていったと聞いてます。大量発生を受けて地元漁協はカゴ漁で集中的に捕獲できる特別許可を道から受けて、今週中にもカニがどこにどれだけいるのか調査を始める計画です。この後まあいろいろスケソ網とかもやるんで、それにもやっぱりちょっとかかってくるとやっぱり大変な状況になるんで、ちょっとやっぱり少なくなってほしいっていうのがちょっと思いですよね。食卓にも影響を与える海の異変。道南では船の中のいけすからはスルメイカが次々とすくい上げられていきます。水を吐いてとても息がいいです。白く透き通った初夏の味覚スルメイカ。おととい函館で1トンが初水揚げされました。函館朝市では早速観光客に人気のイカの釣り堀で水揚げされたばかりのスルメイカが出されました。最高の美味しいですここ数年深刻な不漁が続くスルメイカ。道総研の調査では今年は少し型が大きいものの、依然として不漁が見込まれています。函館市民の台所函館自由市場ではイカが3杯で1000円、市場価格はこの10年で3倍ほどになりました。いつもここで新鮮なの買ってるんで間違いないなと思って、お金のことは考えないで今日は買いました。町おこしみたいでやっぱりこれがないと活気が出ませんよね。量がいっぱいあって腹いっぱいみんなが食べれたらこれが幸せなことになると思う。それを願ってます。